徳川持長は、江戸時代後期の大名。美濃国高須藩十一代藩主、尾張藩十五代藩主、一橋徳川家十代当主。高須藩時代は、松平義偉、尾張藩時代は、徳川持長、一橋家時代は、徳川茂栄を名乗った。陰居号の言動の名でも知られる。天保二年、高須藩十代藩主、松平義立の逸尾として誕生。 陽名は、鎮三郎、の父、ち、吉立より変記を受けて、県へと名乗る。長兄、世の兄は、陽節、次兄の吉組は、尾張徳川家を、三兄の武聖は、浜田松平家を継いだため、この四人の兄に代わって、開栄二年八月十六日、高須藩政主となる。同年十一月一日、十三代将軍、徳川家貞に、おまみする。 家営3年10月16日、父の隠居により、高須藩第11代藩主に就任し、義費を名乗る。安政5年7月5日、安政の大国により、兄、吉久美の隠居禁止に伴って、終わり藩主に就任、14代将軍に就任した徳川家持より、返帰の授与を受けて、持長を名乗る。就任時の経緯から、藩内の指示は、 富画郎の竹越正富ら砂漠派が中心となった。高須藩主は変わって、長男の義丹が継承した。万円元年5月18日、義丹が創生すると、吉勝の公用紙とし、変記を与えて特性と名乗らせる。これよりの前の3月には、井い直介が、桜田門外の変で暗殺されており、やがて吉勝の謹慎が解けると藩内では吉勝派が対等し、そのため、 高須藩主へ復帰する意向も漏らしている。結局、文久3年9月13日に隠居し、吉典に藩主を譲った。同年には、名古屋城に保存されていた、日本刀の一騎一振りを、公明天皇に献上する。隠居後は、剣道と合した。慶応元年4月、長州再生に際して幕府より、成長総督就任の内命を受ける。吉勝側近らの猛反発を受け総督は、 紀州藩の徳川持継ぐに変更されたものの、持ち長にも状況が命ぜられ、大阪城に滞在する家持ちの側にあって幕政に参与する。慶応元年うるう5月、忌味名を主芸に改める。同年6月、幕府より旗本ご講尾を命じられる。同年9月の兵庫開港要求事件とそれに続く、条約直結の過程においては、徳川義信らと共に対応に奔走し、 家持ちの信頼を得る。同年10月、将軍不在の江戸にあって、江戸留守教を命じられ、登場する。慶応2年12月27日、実刑の吉勝や、実定の松平方森の圧戦により、徳川宗家を相続した徳川義信に代わって、一橋家当主を継承した。なお、当初は家持ちの内意を受けて、 清水や相続の予定であったが、吉信の意向により同家は、徳川秋武が相続することととなり、相続先の差し替えが行われた。慶応四年に1月に勃発した母親戦争に際しては、兄、吉勝の内意を受けて、徳川家救済の単願活動の一翼を担った。ただし、持長が江戸から江尻に赴き、東西大相督、有栖川の見当たる日と新能に、 前将軍、吉信の寛大な処分を願う嘆願書を提出できたのは3月27日であり、すでにこの頃、山岡哲州、勝海州らによって、徳川家の幸福条件について、新政府側と妥結済みであった。慶応4年5月、家里の実父である、田安義頼らと共に、独立の大名に列し、立案する。明治2年3月、藩赤奉還を出願する。 同年9月、地藩寺就任を願っている。同年12月、藩籍奉還は認められて、廃藩となり、地藩寺にはなれなかった。明治3年6月、家臣らに別離の挨拶を行い、一橋藩は完全に解体した。明治17年3月、数え54歳で没。生寺くらいまで上がった。法法は、賢寿院伝。ありがとうございます。